はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、抵当権の効力の及ぶ範囲について解説させていただきます。370条ですね、民法370条の内容です。で、宅建レベルで言うと、この部分と、この部分と、この部分ですね。この3つぐらいを頭に入れておけば、まあ、とりあえずは最低限大丈夫です。で、もしかすると、今後ですね、この辺の問題も出題されるかもしれないので、まあ、このあたりも合わせて頭に入れておくといいと思います。で、この最後のこの部分ですね。この部分は宅建レベルでは出てこないかなといった感じです。出てきたとしても、まあ、解けなくても大丈夫でしょう。といった内容です。まあ、それを踏まえてですね、解説していきたいと思います。で、そもそも、この抵当権の効力が及ぶって、これどういうことかというところをまず押さえておきましょう。まずイメージとしては、債権者が例えば、あなたにお金を貸しましたと。私が債権者で、私があなたにお金を貸して、あなたが所有する、例えば建物に抵当権を設定しました。こういった場合ですね。こういった場合、お金が返ってこないと困るから、この建物に抵当権を設定してもらったわけですよね。私、抵当権者です。で、この場合、この建物っていうのは、抵当権の効力が及んでいるんですね。これどういうことかというと、万一あなたがお金を返せなかった場合、私はこの建物、抵当不動産を競売にかけて、そこからお金を回収する。競売にかけるっていうのはオークションに出すことですね。オークションに出すと誰かが買います。競り落とすわけですよね。で、競り落とした人がお金を払うわけです。その払ったお金から私はお金を回収する。いわゆる債権回収をするわけですね。このように、抵当権の効力が及んでいれば、今で言ったら建物は抵当権の効力が及んでいるから、この目的物、建物を競売にかけて、そこから債権回収ができると、まあ、いうことなんですね。つまり、抵当権の効力が及んでいたら、そのものを競売にかけて債権回収できますよと、まあ、いったことなんですね。まずこれですね、イメージ頭に入れておいてください。で、続いて、じゃあこの抵当権の効力が及ぶ範囲ってどこなのと、まあ、今の話で言ったら建物はもちろん抵当権及んでますよね。で、それ以外にも抵当権の効力が及ぶものがあるんです。つまり、それらのものについても一緒に競売にかけられちゃって売却されちゃうよと、まあ、言った話なんですね。じゃあ、どんなものがあるかというと、370条では、不動産に付加して一体となっているものって書いてあるんです。つまり、抵当不動産に付け加えて、もう抵当不動産と一体となっているもの、これを付加一体物って言うんですが、これについては抵当権の効力が及びますよって書いてあるんです。370条には。例えば、もう一番わかりやすいのが、建物で言ったら、抵当権が設定された建物を、その所有者が増築したと言った場合ですね。そうすると、増築した部分も、これは抵当権の効力が及ぶわけだから、その建物プラス新しく増築した部分含めて競売にかけることができるよっていう話なんですね。つまり今の具体例で言うと、増築部分も抵当権の効力が及ぶと、まあ、いうことです。で、ここで問題となってくるのが、じゃあ、付加一体物ってどんなものがあるのかっていうところなんですよ。これについては、1、2、3、4、5、5つあるんですね。不合物、重物、重たる権利、果実、分離物、5つあります。これを一つ一つ解説していきます。まず、不合物。簡単に取り外しができず、抵当不動産と一体となっているもの。今言った建物の増築部分っていうのは、抵当不動産、建物ですね。建物に増築したらそれもう一体になるわけじゃないですか。抵当不動産と一体になりますよね、増築部分って。で、これについてはもう抵当権の効力及びます。不合物はもう抵当権の効力及びます。また、土地、抵当不動産が土地だったと仮定します。私が土地に抵当権を設定した。その土地に植林された樹木ですね。まあ、その土地に生えている木です。これも、抵当権の効力は及びます。まあ、簡単にこれ取り外しってできないじゃないですか。木っていうのは。桜の木が植わっていました。もうこの木、取り外すのってなかなか難しいですよね。もう土地と一体となっているので、これについてはもう抵当権の効力は及びますよ。といった内容です。で、続いて、重物です。重物。重物っていうのは、ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、
忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、続いて重物です。重物、重物っていうのは簡単に取り外しができるものだったりとか、独立しているもの、まあ、そういったイメージです。例えば土地上の石灯籠、土地に抵当権を設定した場合、その土地にある石灯籠、この石灯籠ってね、分かる人は分かるんですけども、分からない人はちょっとネットで調べてみてください。画像検索すると石灯籠がどんなものかっていうのは、すぐ分かると思います。まあ、石で作られた、まあ、灯籠なんですけれども、お寺とか神社とかにあるイメージですかね。まあ、こういったものは重物ですね。あと取り外しができる庭石、まあ、庭にある石ですね。これも重物に当たります。で、ここがちょっと分かりづらいんですけども、ガソリンスタンドの建物にある地下タンクだったりとか、あと洗車機です。これについてはもう独立していると考えて、これ重物に当たると、もうこれ覚えちゃって大丈夫です。で、これらの重物っていうのはどういった場合に抵当権の効力が及ぶかっていうと、これは抵当権を設定した時に重物として存在していたと。まあ、抵当権設定してる時にそれがあった、石灯籠があったよとか、あと庭の石があった、取り外しができる庭の石があった、また地下タンクとかガソリンスタンドであれば地下タンクとかも洗車機がすでにあったというのであれば、それは抵当権の効力が及ぶんですけれども、逆を言うと抵当権を設定した後に、例えば地下タンク作ったよとか洗車機、つけたよとか、そういった場合はこれ抵当権の効力及ばないっていう話なんですね。この点ちょっと注意してください。重物については抵当権を設定した時に存在していたものに限って抵当権の効力が及ぶんだよっていう話です。で、続いて住たる権利ですね。住たる権利っていうのは、例えば建物に抵当権を設定して、その建物に敷地利用権がくっついていたといった場合です。例えば地主から土地を借りて、で、借りた土地に建物を建てて、で、この建物に抵当権を設定したといった場合です。この場合、土地の賃借権についてもこれ抵当権の効力が及ぶんですね。これどういうことかというと、建物を競売に出す場合、この土地の賃借権も一緒に競売に出されるよっていった話です。だから競売で落札した人っていうのは、建物だけを落札するんじゃなくて、土地の賃借権についても一緒に落札するよ、一緒に取得するんだよっていったイメージです。で、続いて果実ですね。果実っていうのは土地上にある木の実、土地に抵当権を設定した、その土地に、例えば梨の木があったと、リンゴの木でもいいです。そのリンゴの木の実ですね、これが果実ですね。あとは抵当不動産を誰かに貸していた場合、そこから得られる賃料、これも果実に当たります。で、この果実っていうのは債務不履行があった後に生じる果実は抵当権の効力が生じるんですね。これ言い換えると、債務不履行がある前の果実についてはこれは抵当権の効力が及びませんので、この点注意しましょう。あくまでも債務不履行があった、例えば借りたお金を期日になっても返さなかった、その期日以降の果実については抵当権の効力が及ぶので、期日以降に生じた賃料っていうのは抵当権の効力が及ぶわけだから、その賃料から回収するってことは可能だよという話ですね。で、最後に分離物、これ分かりづらいんですけども、不合物が不動産から分離されて動産となったもの、ちょっとこちらの図見ていただくと分かりやすいと思います。 A さんが抵当権者で B さんが抵当権設定者とします。 B
で、B さんがこれ土地を持っていました。で、土地に抵当権を設定したっていう図です。その土地上に木が植林されていたという状況なんですね。で、この場合、まず、まだ伐採されていない、まあ、植わった木ですよね。植えられたこの木っていうのは、これは不合物じゃないですか。ここで解説した通り。だから、抵当権の効力は及びますよね。だから、これは一緒に売却すること、競売にかけること可能です。で、続いて、これ伐採されて、この抵当不動産の土地の中にあった。で、この場合も、抵当権の効力は及びます。で、続いて、こっから別の場所に持ってきました。ただ、持って行ったけれども、抵当権設定者である B さんがこれ持っているよ、といった状況です。これについても、抵当権の効力が及びます。で、これについては、A さんは B さんに対して、ここに戻してくださいって請求することができるんですね。抵当不動産のところに戻してください。その土地に元に戻してくださいって請求することができます。で、最後、抵当権設定者である B さんが第三者に売却しちゃったといった場合です。この場合は、抵当権の効力及ばなくなっちゃうんですね。まあ、これはもう覚えていただくっていう形になります。なんで、まあ、この図を頭に入れておけば、この分離物についても、頭に定着しやすいんじゃないのかなと思います。で、初めにもお伝えをした通り、もう宅建レベルで言うと、この部分と、中たる権利と果実ですね。この部分は最低限頭に入れていただいて、あと不合物と重物についてもできれば、出題される可能性はあるので、今後。だからここも頭に入れておくといいと思います。で、分離物については難しいから、まあ、出題されてもこれは解けなくても仕方がないかなと、まあ、いった内容です。今日はちょっと難しい内容になったんですけども、しっかり理解していただければ分かる内容だと思いますんで、何度か動画を見ながら学習していただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。